量が、大量でもないか、でかいんだよね、一個一個が。ちょっとよし、はい、岡剛でございます。ちょっとね、今日ね、朝から買い物に行ってきました。で、今日ね、撮ったやつを今日中にこう流さないと辻褄が合わなくなるので、今日は、5月26日でございます。で、ちょうど今ね、12時頃ですね、12時前ですね。で、何を買ってきたかというと、どっちから行こうか。まあ、大量買いってわけじゃないんだけども、大きいんですよ、一個一個が。もう続けていきますね。まず、はい、この、わかりますか、これわかりますか、無印良品のスツールですね。スツール、椅子です、椅子です。で、これ、はい、椅子です。で、今ね、あの下関の、夢シティの無印が次改装するっていうことで、今結構現品処分をしてるんですよ。で、ここも書いてあるでしょ、展示品のため 50% オフ的な、でね、定価がね2500円だったので、で、半額ですね、1250円に消費税。まあね、2500円に消費税だったらどうしようかなと思って全然買わなかったんですよ。で、まあちょっと傷とかもあるけど、使ってたらどうせ傷になるし、動画で見てたら全然見えないでしょ、傷なんか。で、これ前から欲しかった椅子です、椅子です。ちょっとね、置く場所ね、テレビの横にでも置こうかなと思うんですけど、結構ね、これね、座りやすいんですよ、こんな感じの椅子。はいはい、結構ね、座り心地抜群なんですよね。このお尻の形になってるんで、でちょっとここもね盛り上がってるでしょ。これめちゃくちゃ座りやすいので、欲しかったアイテムということでね、購入の方してみました。プラスチックだけど結構ね、あー、結構分厚いんですよ。でね、原産国日本ということですね。うん、日本製のスツールでございます。ちょっとかなり丈夫で重たいけども欲しかったアイテムでございます。はい、1つ目。で、2つ目なんですけども、前散歩行った動画の時にリュックが欲しいっていうことでいろいろ探してて、ユニクロですね、ユニクロであったリュックが定価がね2990円だったんですよ。で、プラス消費税だから3000円超えるじゃないですか。ちょっとユニクロで定価買いもったいないねっていう話を確かしてたと思うんですよ。で、ところが、はい、購入の方しました。この、見てください、5月26日から6月1日まで、1日までの特別な7日間ということで、1000円引きの1990円に消費税ですね。買いましたよ、リュック。いろいろね、スポーツ用品店とかいろいろ見てたんですけども、いや、いいのはねめちゃくちゃあったんですよ。でもね、高いんですよ。1万5000、1万、まあ1万だったらなんとかあれだけど、今の僕にはちょっともったいないと思うんで、まあ1万とか1万5000とか2万とかしたんですよ。はあ、どうしようかなと思って、無印じゃない、ユニクロはね、結構ね、この後ろ、ここもね、PC とか持ってないけど、ここにも収納あるし、ただね、ちょっとね、横にね、ポケットがないから、ペットボトルとか入れたかったなとは思ったんですけど、そこはちょっと贅沢は言えないということで、で、ちょっとこういう小分けのね、あ、ジップとかはついてないんだな、小分けのこう、ボールペンとか入れられたりとか、あと、一番外側に、ここですね、ここにもポケットがついてるので、で、これで2000円だったらいいんじゃないかなとか思って欲しかったけども、前は定価だったから買ってないということで、今回割引になったんでね、これなんか有名ですよね、有名。定価からの割引っていうことでね、購入の方してみました。ちょっとね、疲れた。
かなり疲れたけども欲しかったアイテムを2つゲットできたという感じでございます。リュックはまたね、おしゃべり好きなんで話してたら長く動画がなってしまうので簡潔に行きたいなとは思うんですけども、あ、これいい、これいつもこれピローンってなるじゃないですか。これちゃんとこうストッパーがついてる、こういうのが嬉しいですよね。ビローンってなるのがどうしようかと思ったんですけど、ちゃんと見て買ってないっていう証拠じゃ証拠だけども、ちょっとね長さをね調整してどんな感じになるかなとか思ったりしてるんですけども、どれぐらいの長さがいいんだろうか。まあこの前ね見に行った時は一応しょってみたんで、あ、しょってみた感じがやっぱ良かったんで欲しかったなっていうようなねユニクロのアイテムだったんですけども、これでスケボーしながら両手が開くっていう感じですね。うんうん、予定通りシンプルかつ真っ黒でね、あんまりゴツゴツしてなくて、まあまあ普通に背負っててもおかしくないかなっていうような感じですね。まあブランド品、まあユニクロもブランドですね最近ね。うん、ってことで、今回はまず第一に前から欲しかった無印のスツールが現品処分で半額で買ったというのと、あとは、ユニクロのリュックゲットいたしました。しかも1000円引きで、1990円に消費税という形で購入の方しました。まあ今日ね5月26日ということで、明日ね僕フォルクスワーゲンの方に行って、ゴルフ7のね、プレビューイベントみたいな形行ってきますので、その時ねまた動画撮りますので、で明日撮ってまっすぐね編集して明日中には流したいかな、遅くても日曜日までには流したいかなと思いますので、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録ぜひお願いいたします。あと Twitter、Instagram、Wear もやってますので、よろしければチェックしてみてください。あー最後詰まった。以上岡剛でございました。では。